ンパンだぜ。ピンニコ、ピンニコ。こんにちは、アズムンジャーでーす。今日はビッグサイズエアウェポンスペシャルで遊びます。こちらは空気で膨らまして遊ぶガシャポンのなりきりアイテムで、1回200円で全部で5種類です。ラインナップはこんな感じです。このラインナップだとパンドラボックスあたりがちょっとレアっぽい感じしますよね。デラックスのパンドラパネルはデカすぎて扱いにくいですからね。最近ちょっとですね、まあ、ガシャポンが悪いのだと、アソートがですね、悪かったりして、ダブりまくったりとかしたのと、ルパンレンジャーのガシャポンのアイテムも発売日が同じだったので、もうネットでまとめてですね、揃ってるやつ買いました。このコンプリートセットですね、1個だけ買うとですね、送料が5、600円して、ちょっと高い感じがあるんですけど、まあ、2、3個まとめて買ったら、まあ、そこまで負担にならないですよね。まあ、ダブルよりマシですからね。まずは1番のフルボトルバスターです。赤いカプセルにこんな風に入ってました。ちょっと自分、カプセルちょっと避けてんだんですかね、これ。キャンタマちゃん、ちょっと。膨らませました。これ、めちゃめちゃでかいです。太さもすごいんですよね。パンパンに膨らんでます。ビンビンですね。進撃の巨根かよ。あまりのデカさに撮影スペースに置けないです。もうちょっと手で持ってます。多分デラックスと同じぐらい大きいんじゃないでしょうかね。やっぱ自分みたいですね、ちょっとデラックスのやつちょっと高くて買えなかったって人はいいですよね。これで十分だと思います。次の2番はクローズマグマナックルです。ちっちゃい方の青いカプセルにこんな風に入ってました。そうじゃですね、ちょっとオープンクローズしますか。クローズマグマ。膨らましたら結構でかいです。拳どころじゃないですよ、これ。これ、ちょっとでかすぎでしょ、だってこれ。これね、でも指入れるのは2本ぐらいですね、ここ。ここに入れて、ナックルアクションを。楽しむ感じ、ちょっとやばい。でかすぎですね、ちょっと。本物のナックより、だいぶでかいです。一応、ビルドドライバーにつけますか。でかすぎて見えない。ダメだ。ナコナコ。そしたら次は3番のネビュラスチームガンです。ちっちゃい黄色いカプセルにこんな風に入ってました。じゃあちょっと広げますね。なんか俺これ空気入れたなんか伸びるやつみたいですね。ここブン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 、トゥルテトゥテテテテネビュラ、トゥルテトゥテテテテ、ガスガス。膨らませました。これ物自体は大きいんですけど、ちょっと持つとこがですね、ちょっとちっちゃいんですよね。これあ、でもこれ引き金はここなんですよね。ここで持つ。ちょっとちっちゃい。第1弾の時のトランスチームガンと比べてみようと思ったんですけど、もともとトランスチームガンはなかったみたいですね。勘違いです。でもですね、スチームブレードがあれば、ここに合わせればちょっと合体した風にできます。ちょっと。こんな感じです。そしたら次は4番ですけど、ビートクローザーです。ちょっと今更感ありますね。まあでも最近クローズ出てきたんでセーフかもしれないですね。ピンクのカプセルにこんな風に入ってました。それじゃあビートクローザーをオープンしますね。ほっ、できました。これ造形素晴らしいですね。完成度一番高いんじゃないでしょうかね。これかっこいいです、普通に。キン、ウルボトルバスターと並べると、まぁ、ちょっとビートクローザーの方が長いでしょうかね。こんな感じです。おそらくロックフルボトルが入ってますね。そして最後の5番はパンドラボックスです。緑のカプセルに入ってました。そんじゃ、パンドラボックスの方開けていきますね。おー、これ。これ模様がすごいですね。これメロンで、これ、めっちゃ時間かかりそうなメロンみたいな。膨らませました。これですね、もうちょい大きいかと思ったんですけどね。まあでもこの写真のなんかこう感じかっこいいですね。横こんな風になっていて、こうですね。でこっちがこう、で模様がないのも、まあ下ですね。これが空気入れるとこ下ですね。こんな感じです。どっから見てもちゃんとここ以外はパネルがついてます。ナッコーと並べるとこんな感じです。
ナッコより厚みがあります。このパンドラボックスとかナッコあたりを投げて遊んでもちょっと面白そうですね。それであのなんかビートクローザーとかフルボトルバスターをバットみたいな感じにしてこう打つとか面白そうですね。というわけでビッグサイズエアウェポンスペシャルで遊んでみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。